エンド2個目のポータル見つけたんで、ネザーゲート作ったからちょっとネザー行ってみるけど、あ、ちょっと待って、その前に座標控えてねえや。座標控えといて、ちょっと待ってよ。ここなんだっけ、村廃校でいっか。1995の、一応、高さも入れとこうか。3652。どっちもプラスね。ちょっと行ってみるわ。それが問題ですよね。ああ、そうそう。まあ、ちょっと周り見てみよう。危ないな。いや、ちょっと待って、弓に切り替えれない。こっちは崖だから危ない。いや、あるよな。で、ここの座標、まあ、あれから8分の1すりゃいいか。あ、でもネザーだったら近いな。こっち近いね。さあ、なら近い。いつも使ってる。うわ、これ無理かな。こっち方面、いや、これ無理か。上からだったらワンチャンあるんか。上つながってそうだね。氷の海にネザーゲート。ちょっと一旦要塞戻るか。これ、ここのネザーゲート作らん方がよかったな。向こうどうなるんだろう。ていうか、すげえいらんことしたな。高さが地下通路だからマイナス5くらいかな。氷の海のネザーゲート385の385。ちょっと行ってみようかな。ちょっと様子だけ見てみるか。ネザー内の座標ってことよね。氷の海の、それそうだよね。そういうことよね。こっちが危ねえんだよ、ここ。見誤ると。なんぼつったっけ。385、385。385。このままこの真下がいっても溶岩だよね。これ多分、どうだろうな。この真下、溶岩の海があの下まで続いてなければいいんだけど、うわ怖っ。385の3、385正面か。まあ戻るか、無茶すまうか。この下が溶岩の海だから、いや安易に生成するんじゃなかったなこれ。他のところからつなげたとしても、ここにあの下のあのネザーゲート壊さないとダメだよね。こっち側に向かって掘って上がってみよう。どうなるんだっけ他で作っても多分干渉しちゃうから、ここが危ねえ。一旦あれを壊しに行かんといけないな、多分。地上からこれの海まで行き、ネザーから行くのは、ちょっと地上から行かんとちょっと危なすぎると思った、あれは。で、どっちが近い？メサノと。一応こっちの方が近い。とか近そうだったね。ネザー内の座標を見る限り。ちゃんと計算してないけど、近って思ったような気はしたけど。そうですね。こっちの方が近い。立ち止まって計算すればすぐ分かることではあるんだけど、さすがに配信外でやれよってなるからそれは今やらんといけんことなんてなるから。何時？12時半か。もうちょっと待って、俺明日も早朝から仕事じゃん。明日乗り切りゃ、明日金曜よな。明日乗り切りゃ、てか夜？めえよ、もう。めんどくせえ。時計めんどくせえ。ゴーレムが守れ。上の村はよ。何のためのゴーレムだ？メサロンが近いですが、距離にはです。あ、メサロンが近い。あ、じゃあメサ使おう。変なつなげ方しちゃったから、多分干渉し他の場所から行って干渉するじゃん。で今ネザー側で自動的に生成されたネザーゲートを壊してからっていう作業やらないといけなくなっちゃうから、要塞はもうあれだね、1生放送内でだいたい見つけるくらいまでは手慣れたということが証明できただけでもいいんじゃない？だけどこれであれだな、海底神殿と要塞はだいたい攻略できるくらいになったな。なんじゃここは。メサまではもう道があるからな。まあ危ねえ。道があるし、その上でさらにそっちの方が近いんだったら、わざわざこっちをどうこうする必要がないわ。お、水？水？ん？出れんのんだけど。氷かよ。あいつらだ。これ走るのが重くなるのかな、なんか走れてないような感じになるけど、嫌な敵だね。なんかこう微妙に明かりがあるのなんだ。いった、待って、こいつら多い。強くはないか。強くはない。上がってこい。ちょっと待って。寝れないんだけど。なんか走れてないような感じがする。寝れねえ。普通のスケルトンまでいるよ。なんかもう夜明けになるんじゃないこれ。ちょっと待ってよ。ちょっと敵がいないところでコメント読む。大丈夫かな。メサから要塞まで行くのが手間で、また何で降伏することになるかもです。メサから要塞まで行くのが手間で、また何で降伏することになるかもです。メサの方がでも近いんでしょ？メサの方が近いんだったら、近い方を往復した方がいいんじゃない？ 3072、3072あたりを目指してください。あ、了解。帰りね。ん？メサから要塞まで行くのがと3072は別の話よね。3072は帰り道の話よね。3072。こっちか。これの海の拠点。拠点から今の要塞と拠点からメサの要塞って、拠点からメサの要塞の方が近いってことよね。帰り道じゃなくて。拠点からの距離で、ちょっと今2つの話が入り組んでちょっと分かりづらくなっちゃってるけど、だけどもう今のところは結果もう放置で、どう考えても放置でいいってことよね。それだと今の要塞が近いです。それだと今の要塞が近い。ちょっと待って、何の話になってる？今の要塞が近い。ちょっと整理しよう。ちょっとこれ山越えるのめんどいな。整理しよう。今2つの話が入り組んでます。1つ、帰り道の話はもう解決やな。帰り道の話は、3072、3072を目指します。で、これで終わり。これでいけます。で、拠点、メサの要塞。拠点からメサの要塞と、拠点から今言った要塞、どっちが近い？拠点からの距離で。それで近い方に行くようにした方がいい。いいじゃん。一瞬手間だけど、こっちが近い、もし仮に近かったら手間だけど。配信外だったら自分で見りゃいいんだけどね。ちょっと今見れんかな。どう思いますか？じゃあちょっと配信外で見るわ。ちょっとプレイしながら考えないのよ俺。配信外で考えてみる。ネザー内の座標でネザー内の座標でかなり近く感じたんだよね。だからこっちの方が近いのかなってちょっと一瞬感覚的に思ったけど、向こうのでもちゃんと見てないからな俺。向こうのネザーの座標見てないから。でもネザー内で結構メサまで距離あるなと思ってたからさ。これ落ちたらやばいやつだな。まあ、真上から掘ろうかな。拠点まで戻って終わろう。それこそあれかあの表なんていうの座標をスプレートシートで表にやるのやったら直感的に分かりやすいか。ちょっと近々作ってみる。あれ村があるの？うわ3000あたりこの高低差さっきちょっと避けたいのめんどくせえの。地上からの感じでいうと結構遠くまで来た感じはあるんだよな。だいぶ来たかな。地図で見ると同じような距離に見えます。拠点から2つの要塞がってこと？あんまり変わんないんだったらメサの方がもう整備されてるからいいかなと思う。もうだってあれ入れはめ込むだけだもんね。あとネザー側でネザーゲート作れば。あれ行き過ぎた。あれだ。あ、白熊が。白熊という名前の大量のやつらが。あ、戻ってきた。で、00方面か。あ、ていうか、あそこからすぐ上に上がれたんだっけ。道作ってたよな。あ、ここから行けるわ。とりあえずメサで、まあ一旦開拓じゃないわ、行けるようにしてから考えるでいいかな。余裕があったらどっちが近いかちょっと考えてみたいけど、ちょっと考えるのがもう面でわってなったらもうそれでモチベが下がるよりあれした方がいいかな。たちまち一旦エンド行けるようにしてってやった方がいいかな。モチベが下がるのが一番良くないかな。めんどくさくなるとモチベ下がるからな。言うのか。ん？あれ？なんか、ん？すでに使われています。あ、え？朝、え？夜だったよね、さっき。分かったことは、要塞は広い範囲に散らばってます。大冒険でした。うまいです。まあとりあえずすぐそこにはないっていうのが分かっただけでもいいわ。マジすげえ近いところにあったらバカバカしいからね。それはないっていうことだけは確実に分かったから十分でしょう。ですね。まあ終わろうかな。まあ次回以降とりあえず早くエンドに行きたいんよ1回分ちょっと無駄にしちゃったけど、いやまあまあでも疑念が晴れないまま行くと絶対めんどくさかったから、絶対ずっと気になったままになっちゃうところだったから、まあ必要だったと思う。でだけど次回以降はもう最短でエンドに行って、エンドラ倒してエリトラ見つけてシルカー見つけてっていう風にやっていきたい。である程度、素材をエンドの方で素材集めたら、あ、十分自由に使えるくらいまで集めたら発信取りかかるかな。まあその時の気分でっていう感じでいいかな。なんか体調も悪くなってきたわなんかアレルギーっぽくなって。で終わりましょうか。もう1時になろうとしておるわ。ちょっと今日は始まりが遅かったんでね、寝坊したんで、ちょっと遅くなりましたが、で終わりますね。梅本さんお疲れ様。終わります。ありがとう。おやすみなさい。